宝くじで40億当たったんだけど異世界に移住するは鈴の木黒による日本のライトノベル。イラストは黒字氏が担当している。小説投稿サイト、小説家になろうにて2010年8月より連載が開始され、2014年7月よりモンスター文庫にて刊行されている。2021年5月時点でシリーズ累計発行部数は160万部を突破している。 コミコーカーにて2016年11月19日より、今井無事によるコミカライズの連載が開始された。また、ガウが、モンスターにて2016年11月19日より、関姫記によるスピンオフ漫画である、宝くじで40億当たったんだけど異世界に移住するマリーのイステリア商業開発機の連載が開始された。宝くじで40億円当たった主人公を、 死の和よは、大金に村狩り寄付などをせがむ金の猛者ともから、逃れるべく、先祖代々保有する、田舎の屋敷へ避難する。カズラが、屋敷の中を探索していると、異世界へ抜ける通路を発見し、グリセア村に住む少女、バレッタと出会う。病床に倒れている村民たちを見たカズラは、日本から持ってきたリポディを使って、バレッタの父でグリセア村の村長。 バリンや村人たちを栄養失調から救う。さらに、干ばつにより、食料がない村の惨状を知ったカズラは、水車を引いて、水を確保し、日本から持ち込んだ肥料をまいて、芝叩く間に、村の食料事情を解決したことから、かつてグリセア村に現れて、イステールの民を救ったという慈悲と法上の神、グレイシュオールと、勘違いされてしまう。 穏やかな日常が続くと思われたが、カズラが持ち込んだ水車がアルカディア陸軍の兵士アイザックに見つかってしまう。それによりカズラはグレーシオールとして領内最大の都市イステリアに半ば連行される形でアルカディア王国イステール領の領主ナルソンに面会することになる。4年前まで行われていた戦争により疲弊しているイステール領はあと4年で休戦協定が終わり、 再び、バルベール共和国が攻めてくる可能性があり、財政の多くを軍事費に回さざるを得ない状態が続いていた。その上、大飢饉により農作物が枯れてしまったことから民衆たちは飢えや不況などに苦しんでいた。領主ナルソンとその妻ジルコニアと面談して、グレーシオールであると認められたカズラは、領内の問題を解決すべく、 日本と異世界を往来しながら四十億円の資金を活用して日本の物資や技術を持ち込むことで貧困に苦しむ異世界の人々を救いバルベール共和国の侵略に対抗していくこととなる。軍の関係者グレゴルン・リの関係者本作で登場する栄養ドリンクリポディのモデルとなったリポビタン D。バレッタが開発した兵器、道具、フィレクシアが開発した道具、 兵器、宝くじで40億当たったんだけど異世界に移住する。引用話数。マリーのイステリア商業開発機引用話数。ありがとうございます。